みなさん、こんにちは。宮村泉役内山昂輝です。みなさん、こんにちは。石川徹役山下誠一郎です。みなさん、こんにちは。戦国かける役の岡本信彦です。はい、堀宮ピース第六話、お泊り会のオーディオコメンタリーとなります。今回は、この男子組でお届けしようと思います。どうぞよろしくお願いします。お,お願いします。ますこの回、大変だった。でも、えー。そうですね。賑 <laughs>、ね、やか。うん この会はすごいですよね。実は前にドラマ CD でもあったですけど、これ一期の後にドラマ CD っていう形でこのエピソードやったんですけど、うん、満を持してああ人気だったのかな。人気でしたね。<laughs> これ今から振り返るとドラマ CD だとわかんないっていうか、そうですね。みんなみんながわちゃわちゃ動いて確かに。ああうん だからこんなにどれだけ伝わったんだろうって <laughs>、うん、振り返ると思うんですけど <laughs> 絵があるっってていいとまた面白いっていう、ねね、最終的にねまじで自分のね寝るところがないっていう<な>い <laughs> そんな感じなんですけどでもその戦国のことあんま気にしない感じがいいなって思ってまして、うん、仲良くなったんだなみたいな確かに、ね、この、うん、まあねいろんなねエピソードのねピースを集めた今回2期だとは思うんですけど、うん、なんかこの感じ 学生時代にもあったかもなっていうないんですけどあったかもなって思えるのがいいなっていうちょっと修学旅行のじゃないですけどねえみんなで一緒に寝るっていうのはドキドキしないだってよ他の人のお泊まりに行ったのっていつぐらいが最初お泊まり会って俺マジ学校行事の林間学校が多分マジで最初と思う実際あまり行ってたのかもしれないけど親と一緒にでも記憶にある中だと。 友達のにに泊まり行くってなななかかですよねいこの人数でそうこの人数で大人がいなくてってなるとそうですね確かになかなかない確かに人んちのお風呂とか多分入ったんでしょうけどめっちゃ緊張しちゃうしそうだよねなかなかハードルが高い使っていいのかなって思うし他の人の家の例えばシャンプーとか何を使っていいんだろうとか変なとこ気にしちゃうかも俺 ありましたね。あと友達の家泊まりに行くとかは、えー、ありましたね。やっぱなんか青春してるね<ー>。うち実は青春してる。実は。なんかイメージ的になんかこう読書とか映画とかを見てるイメージが強かったんだけど、しっかりねなんかいろんな行事に参加してるイメージがーん。<laughs> 最近になって分かってきた。最近になって、そう高校の友達も今のも付き合いがあるんだもんねそうそああ、それでもいいことですよね。教えてた。ザコネとかもやりましたけど。ザコネやった。精神俺もやった。モンハンでやった。モンハン。モンハン。言っちゃった。モンハンで。まあボウ。一りするやつゲームるゲームで。借りるゲームで。ザコゲーム。ザコネしてた。みんなでゲームやって。みんなでゲームやって。朝五時六時ぐらいに、確か大学生の時だったと思うんだけど、一人一人こう泊まり出して。 全然歩かなくなってきて、まあ寝てるんだよね、もうね、寝落ちしてて <laughs> <ー>。みんなで頑張るぞとか言いながら、最終的には六時半ぐらいには、もうみんな寝てた気がする。えー、寝落ちして、あれも一つの青春かなとか思ってたですね。してますけどね。うん、え、山下君は。あ、でも今思い返すと、なんか。 まだデビューして日が浅い頃とか、先輩のお家でなんか飲むぞってなった時にもうなんか気づいたら朝なんかみんなこんな感じでみんななんか寝てたみたいなのがありましたね。えー、なんかっって今思い出しました。雑魚寝で思い出しました。<え>熱い話とかしたんだ。とかこうなりたいんです。とかこうなりたいなんて言ったの？その時いや。なんかこう。もっとなんか熱く。 心込めて仕事がしたいんですよ。みたいなことをなんか酔った勢いにかまけて言った記憶があるで話聞いたり、お酒が進んで結果みんな。なんかバタって倒れて起きたら朝とかであありがとうございました。お疲れ様でした。みたいに帰った記憶はあります。青春だなって遅れてきた。高校時代、そんなことまるでなかったんですよ。えー、まして、人の家に行くなんてなかったから。 青春取り戻しとるって当時思いましたね。あ、そうなん、なかなかね。芝居の話とか、うちする。いや、そういう合宿はやったことない。合宿。なさそう、だって、芸歴だって。うん。何年よって話も、あ、でも、このね、私、確かに苦手だった気がする。え、そう。なんか、芸歴。相談される側なん。じゃそう、相談されそう。年下にも、年上にも。年上にも相談されそう。いつかしたいと思っているあ、そうなの、例えば、質問するとしたらまず、何したい。 何だろうなんか日々どういうふうに生きて

みんなボケだからさ特に井浦とかやばいからさやばボケだからさもうやばボケなんかこう星狩り屋さんじゃんもうあ大樹さんの力も相まって大樹くんの自由度がどんどん上がっていっれて幹でパワーアップして大樹くんのせいでむしろんかかまちょされてる感じがして強めのツッコミしないと成立しない気がしちゃってこことかもさ死んだ目になるわけじゃんこのい。でその後トーンダウンめっちゃするわけよ こんな感じこの切り替えすげえなカマチョじゃんもうこれがカモチョ俺にとってもカマチョでだんだん声高くなってくるわけですよ。だからねあの突っ込むとだんだんソプラノになってくるっていう設定が確か若干あった気がするんですけどそれがピースにしてだんだん踏襲されてきたそれがだんだん出てきた一期の頃はどっちかっていうと恋愛事情だったりとか友達 を慰めるとか結構しっとりめな本当超微炭酸系だと思うんですけど今回はう炭酸強炭酸系をお届けしてるんで特に友達同士樋口そうね本当トワチャワチャ回のね最たるものでしたねここはこの会ってあのテストだとあの本番セリフを分けたりしないじゃないですかもうイウラとかで聞こえないんですよ自分の声がああ重なり合って特にボリュームの満点な ああ戦国突っ込んでるね。えー、そうでしょう。だかね、なんかね、んんこの裏で頭痛かった。頭痛かった。耳越しに。<laughs> うん。ででちょっとこう急にみデフォルメキャラになるの可愛いですよね。ああそうか。元気が効いてるやん、ね。スペース上のあれなんか。いい石川も石川でさあ。はい。あてかごめん。 言わせると今回オーディオコメンタリー初なんでしょ。そうなんです、そうそう。実はでもこんなにナチュラルに溶け込んでしまって、ごめさすが堀宮ありがとうございます。初めてだと思えなくて、だっいやいやいや。上から何番目のキャラですか。え、一二三とかそんなもんですかね。上。キービジュニア大体いるじゃん。もちろん。ホリユキぐらいの感じ。ねえ、そうだよね。ありがとうございます。だから意外でした。マイシリーズではやってなかったですけどね。確かにオーディオコメンタリーは二期で実施されたものと聞いて。この絶妙な石川の。 なんだろボケ感っていうのかそうですね、うん、バランス感がちゃんとでも突っ込んだりもするんだよねしますね、うん、シュウがいるとユーラがいると特におーいってやるのは、ね、まあでも戦国さんがいるときは意外とボケに周りがちなんです、ねまああね、柔軟なんです。うん どっちにもいけるよね。どっちにもいける美味しいところで、ね。バランス派な気がする。やっぱもう戦国さんの力が偉大だなって。戦国さんいなかったら多分ここすごいことになってると思うんで。収集つかないよね。うん、誰が突っ込むんだろうねこれね。まあ西川かな西川かな。石が石ですかね<川>唯一。うん、戦国さんいなかったら西川君が、うん、そうボケにも回れるんですよこうやって。まあこのねロフト付きのお家はもう戦国さんしか用意できないから。うん。うん ヤこ <laughs> の回大半宮村寝てるんだよなそうですねあれこ時寝泳きって入れちゃったけ深寝泳きあんまり入れてないヤンヤあ,うあ,あもうやられてますけどヤこんだけセリフだけでも十分うるさいのに音のおかげでさらに盛り上がってオンエア見ないとわからないからすごいなと思いました仲いいなって思いますわほ、うん本<当> <laughs> まあね裸見たいですからああ <laughs> やっぱりね戦国としては裸がね見たくて仕方がないんですよ。とがちょっと護衛を招きまくるやつ <laughs> そのせいでねよどんだ目になってましたけど <はい S 1> <laughs> こんな仲良くやっててもまだ秘密があるっていうのがね <laughs> <うん S 2> 面白いよね不思議ですよねある種一期の頃を考えると時が戻ってるわけじゃないですかあの頃っていうだけどなんかそんなの気にせず楽しくやれたなっていう感想があって <うん S 1> むしろパワーアップして帰ってきたみたいな。うん テンションは間違いなく二期の方がいいと。上がってますよね。うん、あ、本当。なんか、そう、ギアが突っ込み、ツッコミのギアを上げてる気がする。うん、なんか、エピソード的にもそういうものが多いからかね。あ、かもしんない。わちゃわちゃ会っていうか。うああ<ー>。<laughs> このすれ違い、ネタがね、なかなかね。<laughs> 逆に、二期から見始めた人は。 ぜひ一気を見てほしいと確かにショック受けるかも多分一番戦国が違うかも確かに最初の方とか特にね最初こそそうですよね登場の仕方ちょっと繊細であっそうそう誤って堀さんみたいな感じヒールキャラっぽたった全然そんなことない生徒会一同みんなやべえキャラがさくらもんか眼鏡系の嫌なみたいな感じなんでしょみたいなレミもちょっとどうなのみたいな感じから入って全員いい子っていう結局全員いい子 悪い子がいないのがいいですね。まあ、先生ぐらいかな、か安田先生ぐらいかな。かなまあ、そうですね。リアルめに。うん、悪い人は。<laughs> 危ない人は、うん。あのさ、<ー>悪い人ですね。<ー><分>ね